皆さんこんにちは。それでは続きをやっていきましょう。純白のドレスに身を包み、多くの祝福を集めて行われる結婚式。しかしその華やかな舞台裏には意外な苦労があるそうで。それでは今回は54幕紙吹雪の代用品という話です。教会で結婚式が行われた後は、参列者が撒いた紙吹雪の残骸が前庭に散らかり放題になってしまう。毎度の掃き掃除にうんざりした牧師は、結婚式の参列者に新郎新婦を祝福する際は別のものを投げるようにお願いした。別のものとは何だろう。はい、別のもの、別のもの、なんだろう。参列者、別のものを参列者奪い合った。ブーケとかね、いいえ、花嫁さん投げますけどね。私、お友達の結婚式参加した時は紙吹雪とかじゃなくて、なんか花びらとか、ああいうのを巻いてくださいって言われましたけどね、配られて。はい、参列者、形、はい、別のものの形は不揃いでした。不揃い、あ、大きさはどうなんでしょう。はい、紙吹雪に比べるとかなり小粒だったようです。粒か、色はどうなんでしょう。あ、やった、ここね、出ましたね、はい、紙吹雪に見えるようカラフルなものを投げたようです。はい、カラフルなものとは何でしょうか。食べ物は粒って言ってたし、はい、牧師が用意したのはカラフルな鳥の餌でした。あー、鳥がね、食べてくれるようにしたんですね。はー、いけるかな、これ回答行ってみよう。別のものの参列者はどう思うだろう。色がついてたから綺麗とか、別のものを投げた後前提を綺麗にするために牧師は何をする。鳥に食べてもらうんだったら何もしないですね。前提の掃除を行ったのは鳥、別のものとは何だった。エッサーです。どうだろう。あ、もう少しですね。いやー、推測で行くもんじゃないですね。いや、ちゃんと見ていこうか。よし、カラフルなものは餌だったんですよね。参列者、性別、人数、年代、服装、牧師、別のもの、別のものを買ってきた、はい、鳥の餌ですもんね。別のものを参列者は嫌がった。関係ありません。多少違和感を覚える人もいたようです。参列者が片付けたんでしょうか。いいえ、参列者自身は片付けをしたわけではないようです。鳥の餌ですからね、鳥を食べて終わりだと思うんですけど、掃除しなくてもよかった。はい、牧師が何もしなくても勝手に綺麗になっていきました。もう一回いけるかな、いけるかな。多少違和感って言ってたからおかしいかな。
と何もしない、じゃあ掃除を行ったのはトーティーですよね。どうだろう。あ、よかった。正しいようです。ちゃんと見ないといけないですね。はい、では解説を見て終わりにします。牧師が目をつけたのはカラフルな鳥の餌だった。教会の周りには様々な鳥たちが生息していた。掃除をしなければなくならない紙吹雪と違い、鳥の餌であれば何もしなくても鳥たちが勝手に掃除をしてくれるというわけだ。賢いですね。なんかさ、鳥の餌とか、なんか魚の餌とかすごいなんか匂いがするイメージがあるんですけど、そこは大丈夫なのかな。確かに掃除を楽にしたい気持ちはわかります。しかし結婚式を挙げる当人にとっては人生一度の晴れ舞台。利用者からの苦情が来なければいいのですが、来そうですよね。はい、それでは今回はここで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら Please Subscribe の枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。